沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は牧野出版から出たこの最強の甘酒という本を紹介したいと思います。このムック本なんですけれど、雑誌総会でですね、特集された、甘酒おでんっていうのがあるんですけど、その甘酒おでんに、私の、記事が載ったんですけど、それをまとめたもので、いろんな甘酒のレシピが載ってるっていう本になります。で、甘酒を使ったレシピはゆいクリニックのホームページでもたくさん出してるんですけど、甘酒そのまま取るのも健康にいい、腸にいいって言われてるんですけど、まあ、たくさん取るとやっぱり甘いので血糖値上げてしまうんですね。でも、いろんな甘みをつけるのに砂糖とかの代わりに甘酒を使ったり、この味をまろやかにしたりとかね、そういう効果が期待できるかなと思います。甘酒を使った大根の漬物とかもね、キッチンが作ってくれるんですけど、とっても美味しいです。で、一応この甘酒なんですけれど、まあ、血糖値を上げるっていうところなんですけど、米麹とまあ使うので、やっぱり血糖値を上げるんですけど、米をですね、玄米を使って甘酒を作ると、よりですね、栄養がたくさん取れて、血糖値の上がりも緩やかな甘酒が食べられるんじゃないかなということで、ゆうクリニックでは玄米を使った甘酒を使ってます。で、米麹もですね、ゆうクリニックで作ってはいるんですけど、まあ、これはですね、発酵させる機械が必要なので、まあ、家庭で簡単にできるものとして、玄米甘酒を、これはですね、米麹を買えば誰でもお家で作れますね。で、玄米を炊くコツっていうのは、また玄米の炊き方っていうところを参考にしてもらえばいいんですけど、玄米の中にあるですね、毒を取り除くために、しっかりお水につける。できれば17時間以上水につけてから炊いてあげた方がいいかなと。その時に水の中に有害物が溶け出てくるので、水もしっかり変えてあげると。あと夏場はですね、水がやっぱすごい濁ってきて、匂いがおかしくなってしまうので、水をしっかり変えてあげるっていうのは必要です。で、炊き方としては、炊飯器で玄米粥炊いてもいいし、まあ、鍋で炊いてもいいんですけれど、しっかり高い熱を加えすぎないようにして、玄米のお粥を炊いて、で、それからですね、そこにですね、お水をちょっと加えてですね、で、60度ぐらいまで冷まして、で、そこに米麹を混ぜ合わせて、炊飯器の蓋を開けたまま、だいたい保温モードで8時間ぐらい保温すると、発酵して甘酒が出来上がるということで、これを冷蔵庫で保存して少しずつ食べてもいいし、冷蔵庫ですぐ食べきれない場合には、1ヶ月ぐらい冷凍庫に小分けにして入れといて、1回分ずつ食べるっていうのも保存可能です。で、この甘酒を使った甘酒おでんなんですけれど、まあ、ゆいクリニックのやり方としては、材料をですね、鍋に全部入れて、あんまりぐつぐつ煮なくっても、もう簡単に出汁が取れちゃうので、鍋を沸騰してある程度具材が柔らかくなるのを目安に、こう沸騰したら蓋をしっかり閉めて、そのままゆっくりと余熱で材料を煮ると。で、甘酒おでんのポイントとしてはですね、甘酒を食べる直前に入れる。だから60度以上で甘酒の酵素が壊れてしまうので、甘酒の酵素をしっかり栄養を取るためにも、ビタミンとか取るためにも、高温で熱して甘酒を入れてぐつぐつ煮ちゃうと栄養が壊れてしまうので、ある程度60度ぐらいに冷めてから最後にお皿に盛って甘酒を入れてあげてもいいかなというのがおすすめです。以上ですね、この最強の甘酒本の方の紹介と、玄米あ、あの甘酒の作り方、甘酒おでんの作り方について簡単にご紹介しました。詳しいことは、ゆクリニックホームページ、キッチンの方でもレシピとか出しているので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。